元気ですか？やっほー。こんな感じです、私は。今日もすっぴん。今日もすっぴんです。帽子似合う。あ、これママのなんですよ。ちょっとかよ。これママのです。ママのちょっと借りました。ママがさ、一番アイドルっぽい帽子。キャスケットね、小顔に見えるんですよ。だから緑。そう、緑ってあれなんですよ。ストレス減少する。色だから、私が配信することによって、まあね、何人かの方がストレス抑えられたらなと思って緑にしました。まあっていうのは嘘で、普通にあれですよ、なんだろう、なんか緑いいなと思って。もうでも今の時期寒いんだよね。もう結構薄くて、そうそう、そう、みんな TikTok 見てくれましたか？ TikTok 更新しました、更新しました。見てくれたかな？見てくれますか？見てくれましたか TikTok。 なんか昨日のが1.5K 再生だったので、あ、ちょっとおすすめ流れてるかなと思って、そう、再生数がちょっと多かったの、いい感じだったので、今日も上げてみました。明日もね、投稿します。あの、なんか毎日投稿とかしてる時は結構その、 TikTok 見てねってテロップしよう。そう、あの毎日投稿とかしてる時はその自分の好きな時間に投稿してたんですね。だから朝投稿する時もあれば、日付変わる寸前に投稿するとか、本当に何時に投稿するって本当に決めてなかったんですけど、なんかいろいろ調べたりしたら、その投稿時間を毎日あの同じ時間に設定した方が、TikTok だけのファンの方、 TikTok しか私の SNS フォローしてないっていう人ももちろん世の中にいると思うんですけど、少なからず一人ぐらいは。そうなので、そういう方に向けて、そのなんて言うんだ、そうね、そうそうそう、見やすいようにやってみました。8時、私は20時投稿にしてみました。なんか20時が結構みんなお仕事帰りとかで見えやすい時間かなと思って、20時投稿をにしてみます。プロフィールにも20時投稿ってちょっと書いとこうかな。今女優目指してますってしてるんですけど、20時投稿も書こうかな。そう、20時投稿にしたいと思います。もう20時投稿にするので、20時になったら、まあ、20時あたり、20時前後に皆さんぜひ私の TikTok に集まってください。イエイ。チャチャさんありがとうございます。ザックさんありがとうございます。科学大佐さんもありがとうございます。宮本さんもありがとうございます。埼玉のおじいちゃんさんもありがとうございます。そうそう、こんばんは。そう、20時らへんにみんなぜひ TikTok に集まっていただいて嬉しいです。こんばんは。どうでしたか今日の TikTok。 今日の TikTok なんか初めて後ろからアングルにしてみたんですけど、そう、本当にね、ここにいるファンの方だけには言うんですけど、あれは隠し撮り風なので、
私がねバチバチに台本も考えてやっておりますそう、なんかやっぱりファンの方には勘違いしていただきたくないので、え、デイちゃんなんか誰に撮ってもらってるんだろうとかさ、あれ結構なんかどっちなんだろうっていう感じじゃないですか。そうそう、だからもうファンの方にはもう先にね、もうショールームまで見てくださるってことは、もう AKB48 が大好きで藤園玲が大好きっていうのはわかっていう感じだと思うので、もう台本みたいなやつとかも自分で考えて、で画角とかもプラス自分で考えてやってるので、あれは大丈夫です皆さん。そうなのでぜひ TikTok ね、チェックしてみてください。そう、 AKB48 ギャラリーさんありがとうございます。そう、なんか TikTok のさ、やっぱ初めてバズった時はこれ本当になんか隠し撮りみたいな言われたりしてたから、ファンの人にはね言っとこうと思って。そう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 、そうです、こんばんは。見てくれました？みんなどうでした？今日の TikTok は。で耳をねこうやってね回したらね小顔になるんですよ。そう、リンパ流して、まずここをこうやって、ここにクイッて入るところがあるんです。あとここの小鼻、あ、鼻ってむくむんですよ。鼻ってむくむから、鼻筋とかが今日なんか通ってないなとかっていう時はこうやって鼻をこうやってマッサージしてあげたら小顔になりまして、あと小鼻をこうやって、で結構ね力強くやった方がいいです。でここのほっぺのここ、こうやってやって上に上げてここら辺まで、でイーってやった時にここがね膨れるところがあるので、ここを緩めていきます。緩めて緩めて、これは結構私暇さえあればやってます。なんか無意識にやってる、なんか携帯見ながらとか小顔マッサージとか。そう、私デビューした時とほとんど体重変わってなくて、逆になんかデビューしてしたての時とかの方がちょっと体重本当に数百グラムですけど、まあ太ってるんだけど、 その時の方が、でも本当に5キロとかすごい、あのデビューの時から変わりましたとかじゃなくて、本当に数百グラムとか、本当に変わっても1、2キロとかなんですけど、輪郭変わってるじゃないですか。私輪郭っていうかここがシュッてしてると思うんですけど、それ毎日一日に無意識、暇さえあればこうやってずっとマッサージしてるから、マッサージの成果が出たって感じかな。よくなんか輪郭なんかしてますかとか DM とかで来るんですよ。なんか打ってますかとか、削りましたかとか、デビューとの時以来、あ、デビューの時と違うから。そう、でも本当にこれはマッサージなんだよね。そうそうそう、本当にマッサージですこれは。そう、でもやっぱり私も体重がこう増えたりしたら、やっぱりなんて言うんだろう、体重によってはちょっと顔がプクってしてるなとか、まあ、今とかプクってしてる時期なんですけど、あるけど、ここの輪郭とかやっぱ毎日こうやってリンパブワーって流してるから変わりました。だから輪郭がちょっと太くて嫌だとかっていう人は本当にマッサージおすすめ。首とかはめちゃめちゃこうやってギシギシガシガシクリームつけずにやっていいかもしれないけど、摩擦とか、でも終わった後ちゃんとお風呂の後にちゃんと保湿するとかやんないと、結構若い時とかその時限りはこうやってガーってやっても気にならないけど、やっぱ習慣化、こうやって毎日すると顔はもちろんちっちゃくなるかも、ちっちゃくなるけど、確実に毎日継続すればちっちゃくなるけど、首とか顔とかって摩擦で肌が荒れたりとか、その首がこう結構なんて言うんだろう、
年齢が出る、首って結構年齢出るって言うんですけど、だからあんまり摩擦与えたりしたらそのシワとかにもなるから、やっぱお風呂上がりは顔だけじゃなくて首、私はもう結構 全身に塗ってるんですけど化粧水は。そうだから冬とかも乾燥しにくいから、太ももとか背中とかも塗ってます。まあ届く範囲だけど。首が凝りますだって、なんか首が凝ってる人って大体この首筋のリンパが詰まってるのが多いみたいなの。首筋のリンパはこうやってイーンってで力出した時のここの横向いた時にこう筋が通ってるのがあるの。まっすぐじゃなくて横向いた時にこう筋が通ってるのがあるんですよ、1本。それをたどってこうやってビーってここのリンパを流してあげて、プラスこうやったら鎖骨が出るんですけど、鎖骨のこの上に親指をやって肩をこうやって動かすの。これめっちゃ痛いけど慣れたらなんかそんな痛くないけど、痛かった。入れてこうなってたら上にこう入れて肩をこうやって動かす。もうめっちゃ入れてください。ギーって、痛いって感じです。で、あと脇の、まあ、脇のここら辺ピーってやったら全部流れるからスッキリ。なんかちょっとさっきよりスッキリした気しない？しないか。って感じです。おすすめ、リンパマッサージおすすめです。さよならだけが人生じゃないっていつか誰かが言ってたけど、それだけじゃ知り合った意味がないね。人は誰でも出会いと別れを繰り返してる旅人だよ。でででで道しるべ手に入れてるねえ、そんなに悲しい私を見つめないでよ、笑顔を見せて、パッ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 パ、必ず君に会えるから、その日まで私を運命が引き寄せる力信じて、必ず君に会えるから。レイちゃん髪綺麗ね、特別なトリートメントとかしてる。え、嬉しい。これは今日はオイルとかアイロンとかつけてない、ただ櫛で研いだ状態なんですけど、あの私がよく載せてるあのインスタのストーリーでトリートメントしてるんですけど、明日のストーリーでトリートメントっていうか、たまにあの月に1回トリートメント通ってます。表参道の遊びっていう美容室なんですけど、ぜひ皆さん行ってみてください。そう、あの方とはなんか私めちゃめちゃ共通点があって、あのお願いしてるんですけど、まず母校が一緒なんですよ。高校が一緒で、プラス地元とかも同じで、で一緒に上京して頑張ってきたっていうのもあって、一緒にっていうかそのタイミングは本当に何十年で違いますけど、同じ九州っていうか、まあ、鹿児島からこう出て、でお店、自分のお店とか経営者ですし、あの方でなんかすごい尊敬するとことかもあって、あの美容室にこう通ってるっていう感じですね。そう、共通点がすごいあって、そう、それもなんかまあだから先輩みたいな感じですよね。本当に先輩です。何十年も違いますけど学校が一緒だったっていう。そうそう、あとあのゴルフのテレビ朝日さんの YouTube であのゴルフ企画、あのドーハジレディースやってますので、皆さんぜひ見てください。 Twitter に昨日宣伝しましたので、皆さんにぜひ見ていただきたいです。見てね。ね、それも東京の表参道の一等地ですよ。すごいですよね。次回は来週だって。え、なんかそれがまだ分からなくて、またなんか
スタッフさんから連絡が来たら、あのリンクと一緒に皆さんに お伝えするんですけど、私今 A グループが配信されてる私 B グループなので、いつかなって感じですね。そう、私を見つめないでよ、笑顔を見せて、ぷっ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 ぷ、必ず君に会えるから。結構実力者やるみたい。え、そうなんですね。私もうあの B グループで一緒のあの雪平梨沙さん、雪平さんもう可愛すぎて、私もう雪平梨沙さん、あのその時に見て、え、もうめちゃめちゃ美人可愛くて、そう最高でした。え、なんかゴルフの服ってさ、ちょっとなんかセクシーじゃないですか。私のはなんか全然セクシーとかじゃないんですけど、あの雪平さんが着てらっしゃったゴルフウェアがなんかちょっと構えた時になんかめちゃめちゃ太ももが綺麗に見えるあの服だったんですね。もうめっちゃ綺麗で、なんか細すぎず、なんか普通にめちゃめちゃスタイルいいんですけど、なんか細すぎず太すぎずの、でも細いんですけど、ね、普通になんかもう私が大好きな体で、でなんか写真っていうか、なんか家に帰ってインスタとか調べたらめちゃめちゃ美人さんで、見てますもん私いつもインスタ、めっちゃ好きです雪平さん。なんか私なんてめちゃめちゃおこちゃまな服じゃないですか。なんか AKB だからチェックで行こうと思ってあのゴルフウェアを選んだんですけど、本当はなんかリボンとかがついてるウェアにしようがめちゃめちゃ悩んだの。でもなんか AKB だし一番年下っていうの分かって言ってたから、まあだったらなんかちょっと一番若い感じのウェアで行った方がいいかなと思ってちょっと派手めで行ったんですけど、なんでね、皆さんぜひ、多分来週になるのかな、いつかは分かんないんですけど、まあ近々多分 B グループも公開されると思いますので、皆さんぜひチェックしてみてください、お願いします。レイさんありがとうございます。同じ名前、銀ガムジェーブ、君が着てる半袖シャツ、マニッシュだね、うんうん、愛しくて切なくて心は格子からだよ、銀ガムジェーブ、君が着てる。ちゃんちゃ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 ん、サンオイル背中に塗ってた、水着の上外しながら寝そべった、大胆な君の一言は雨たぬい匂いがした、どこまで空、僕たちの関係に似てる水平線は交わってるのに、そう今はまだ、Hey わがままな、Hey今はどのようさ、チャチャチャ真夏のサンスク、つぶやきながら次のステップへ進みたいね、恋のカリキュラム波オブサウスクー、心が騒ぐよ、去年よりも僕は本気になる、うううううう、ヘイ、チアジン、少しだけ、はっ、ちちちち、
私なんかカラオケ配信したいなって今日思ってたんですけど、なんかハチに、あ、テン君かハチにイヤホン壊されちゃって、イヤホンないんですよ、有線のイヤホンが。だからもう私でもさ、イヤホンって結構高いじゃないですか、結構値段するじゃないですか。だからもうイヤホンも買わないです。だからもうカラオケ配信できないんですよ、やだやだみたいな。だからちょっとイヤホン買えるまで私はカラオケ配信しません。誰か提供してください、イヤホンないんですよ家に。そう、でもイヤホンってさ結構高いじゃん、なんかそこまでし、なんかなんかなみたいな感じです。誰かイヤホンプレゼント企画してください、私にじゃんけん勝ったらみたいな。あとはキャンディひとつがほっぺの中幸せになれる呪文みたい、アイエビバリゲッエビバリさ、どこへ行こうか、女の子は楽トゥントゥン金、人生は金だな。スウェーデンのカウチ座りテレビ見てる、ねえあなたはなぜ冷静だ、チュ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 で、今インスタのストーリーでそのなんかいつからゴルフ始めてたんですかっていう質問が多くて、まあ小2小3小4ぐらい、小2小3のどっちかで始めてて、あのゴルフね。でそれで私小学生の時本当に真面目じゃなくて、もうちっちゃい時からもうすっごい褒め伸びたアイスなんですよ。でゴルフのレッスン、まあ、先生に教えてもらってたんですけど本当にダメで、なんか集中力がだいたい、まあ何だったかな、レッスンが確か1時間ぐらいあったのかな。だから1時間は絶対ゴルフ場に行かないといけなくて、でまあ先生も3、まあ多くて5人ぐらい抱えてて、でその5人にこう一人一人に付きっきりはいけないから、まあこの人行って、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 この人行ってみたいな感じだったんですね。で先生がいなくなったらすぐ座って休憩します。でゴルフ場飽きたなと思ったら、なんか下になんか食堂みたいなとこがあって、食堂に行ってなんかかき氷一人で勝手に食べてたりとか、そう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 。で先生に見つからないようにいつも遊んでましたね。すっごい不真面目でした。そう、でもやる気あるときすごくて1日に300球とか打ったりとかしてたんですよ。今はなんかその昔みたいになんかバン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 適当に打たないで1球1球真面目に打ってるんですね。だから1時間滞在とかしても結構100球いかないんですよ。行っても88とか、まあ、90とか、1時間で行っても90とか、そうそうそう言ってて、で100ヤード切ること、あ100ヤードじゃない、100球切ること最近なくて、あ100球以上。だからちっちゃい時って1時間で300とか打ってたから、めちゃめちゃ打ってたなと思って思いながらでした。科学大佐さんありがとうございます。そうそうそう、結構そういう感じでしたね。サボってました、めちゃめちゃ真面目にしてなかったね。ちっちゃい時の話ね、なんだろう、ちっちゃい時何があるかな。シャワーの後だから溺れたい。小学校、じゃあ何を聞きたいですか。小学校とか、まあ、ちっちゃい時の私の話、どういうのが聞きたいですか。なんだろう、でもね話せる話がないんですよね。結構あ、なんかレイちゃんってそういう感じなんだみたいになりそうだし、なんか普通に話せない話しかなくて、話
せない話の方が面白いんですよね。え、なんだろう、ちっちゃい時ね変な子でした。マジでわがまま&やんちゃ&サボりまでしたね。やんちゃでした。何聞きたいかな、みんな。あなたはなぜ冷静なの、知れたくなるの。プリルン。虫取りとかやったことある？え、ないかな。でもなんか蝶々はなんか私虫取りとかなんか女の子だからかもしれないけどあんまり興味なくて、でもなんか蝶々めっちゃ捕まえたいみたいな気持ちはありました、ちっちゃい時。小学校の時ね、何があったかな、面白い話なんかあるかな、なんだろう。昔はね、なんだろう、なんかどんな話聞きたいかな。子供の時から数学が苦手。いや、算数めちゃめちゃ大嫌いでした。まあ、その算数系でいくと、いや、まずなんか私が人生でなんで数学とか、まあ、算数、まあ、入門は算数じゃないですか。算数が嫌いになったかって、多分私の中で先生のせいなんですよ。まず、小学校1年生の時の担任の先生が算数の担当の先生だったんですね。で、まあその先生結構癖強い感じで、まあザ・数学算数の先生ですみたいな感じなんですよ。で、まあ算数とか数学の先生ってなんか私の経験上まだ17年間しか生きてなくて、小学校、中学校、高校、まだ高校も卒業してない私がのが発言するのも本当に違うと思うんですけど、結構数学とか算数の先生ってこの教科、学校の勉強の中の教科とかの中でも結構なんか変わってる人が多いねって言われてるのが算数の先生とかだと思うんですね。でも私は全然そんな変わってるとか思ったことないんですけど、結構言われてる、なんか世間的に算数の先生は変わってるよねみたいに言われがちだと思うんですけど、全然私はそんなこと思ってません。でもなんかその小学校1年生の時に、まず小学校1年生の時に私ハマってたゲームがあって、それは太鼓の達人なんですね。で、幼稚園かなの時のサンタさんの12月サンタさんから太鼓の達人をもらったんですね。太鼓の達人セットみたいな、あのテレビと共有して、テレビ本当にバチと太鼓があって、それを打って、そしたらだから Wii みたいな感じ、 Wii の何でしたっけ、太鼓の達人が届いて、もう死ぬほどやってたんですよ。太鼓の達人手に豆ができるんじゃないっていうぐらい、太鼓の達人バン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 って一人で叩いてて朝から昼夜までずっと一生で、私小学校1年生の時太鼓の達人にめちゃめちゃハマっちゃって、学校休んで太鼓の達人してたんですよ。太鼓の達人したすぎて、ずる休みですよ。そこからまず太鼓の達人したすぎて、そう休んでたんですよ。でそれもあるし、その小学校1年生の先生がなんかめちゃめちゃ生徒に対してお気に入りとかお気に入りじゃないとかを決めつける先生で、そうで、それで私、まあもちろんさ、太鼓の達人とかなんか太鼓の達人本当に目指してるみたいな、本当に太鼓の達人でした。私小学校1年生の時太鼓の達人の達人だったんですけど、鹿児島で有名なね、鹿児島で有名なっていうか藤沢家で有名ぐらいなんですけど、太鼓の達人めちゃめちゃ好きで、でまあ太鼓の達人するために学校を休んだりとか、あと宿題絶対してないし、宿題なんか小学校小1の時出したことあるかなって記憶にないぐらい宿題してなかったんですよ。でまあそれは結構なんで太鼓の達人に芽生えたかって、その学校の先生がなんか好き嫌い激しいし、まず私が手なんか答えなんでしょう、はいみたいな感じにやっても絶対に当ててくれなかったの、私だけとか
まあなんかそういう、まあ、小学校1年生の私なりにその先生に対して嫌なことがあって、でまあ学校休んだりしてて、でも友達はいるんですよ。学校に行ったら友達とめっちゃ戯れてたりとか、まあなんだろう、なんかレアキャラみたいな感じだったのかな、小学校1年生の時。あの結構私小学校1年生の時あのレアキャラで、学校に行ったらなんかレイちゃんレイちゃんレイちゃんみたいな感じで結構チヤホヤされるタイプだったんですね。え、まあ、私結構小学校の時なんだろう、グループの中心格って言って、なんかこう自分で言ったらあれですけど、なんか結構なんか誰からでもなんかレイちゃんレイちゃんみたいな、結構そういう立ち位置にいたんですよ、小学校の時っていうか、まあ中学校とかもだったけど、まあ、中学校とかもっていうか、まあ、中2から仕事で全然学校行けてないですけど、まあ、小学校の時は結構なんだろう、なんかレイちゃんレイちゃんみたいな、結構昼休みとかもうなんかレイちゃんレイちゃんみたいな、いろんな子から誘われて、なんか誰と遊ぼうかなみたいな選べるぐらいになんかだったんですね。でだったからなんか結構その学校には友達いるんだけど、先生が嫌すぎて行かないっていう。でも多分今の私だったら、先生が嫌でも友達が楽しいんだったら友達と楽しめばいいやって、そっちの考え方にできるんですけど、なんて言うんだろうね、嫌すぎて先生が、だからもう嫌だったんですよ、とにかく。で学校休んだりしてて、もう一生太鼓の達人家でしてたりとか、そうそうそうとかしてて、でも本当に小学校の時学校通ってたのかなみたいな、小学1年生の時。そうそう、本当にその先生が嫌すぎて、もうテストとかもね受けてなかったかな、算数だけとか、算数の授業だけ私行ってなかったね。例えば1時間目に算数の授業が入ってるとかだったら、1時間目絶対に行かないで、2時間目から登校するとか、逆にじゃあ3時間目にあの算数の授業入ってたら保健室に行くとかなんかしてて、本当に算数の授業受けたくなかったんですよ。でまあ、そんなこんなで、で2年生の先生はめちゃめちゃいい先生で、国語の先生なんですよ。だから私めっちゃ今国語とか、あの国語表現とか大好きなのね。だから多分本当に小学校で初めて触れ合った先生、大人の人たちがどんな感じだったかによって私変わってるなと思って。そうで、体育の先生、あ、体育も楽しいから、体育の担当の先生はめちゃめちゃいい人だったんですよ。だから好きで、で道徳の先生もいい人だったから、道徳めちゃめちゃ好き。そう、本当にね、小学校1年生の先生はもう道徳習ってほしかったね、今でも結構って感じです。そう、小学校の時は本当に破天荒でしたね。あとか、なんか私なんかどうしても授業中に抜け出したくて、あの小学校の時にね、なんか友達4人ぐらいで一回授業を、なんか、あ、私なんか授業に遅れていくのがめっちゃかっこいいって小学校の時思ってて超恥ずかしいんだけど、なんか小学4年生の時かな、なんかあの1時間目終わって2時間目に行くまでの間は10分休憩で、2時間目から3時間目に行くときはもう10分休憩でも、3時間目から4時間目に行くときはその20分ぐらい休憩があったんですね。で私結構その授業大嫌いな人で、昼休みとか休み時間をめちゃめちゃ楽しんでた人だから、その10分休憩とかでも結構一輪車乗りに行ったりとかめっちゃ短い休み時間でね、わざわざ一輪車乗りに行ったりとか、とかもうクラスのみんな集めて椅子取りゲームとかしちゃうぐらい休み時間大好きだったんですよ。でいろんな人と遊びたかったのね。でもその3時間目から4時間目の休み時間は20分休憩があるから、いつも 4年生の時は一輪車にめちゃめちゃハマってたんですね。そうそう、でその時一輪車をよく遊びに行ってたんですよ。友達4人、5人ぐらいかな、5、6人とか結構大人数で遊びに行ってて、でそしたらね、なんか1回なんか授業に遅れてったことがあるんですよ。遅れてったっていうか、なんか直す時間、時計見るの忘れてて、そう、一輪車を授業中まで1回しちゃってて、え、チャイム鳴っちゃったよみたいな。で
急いで教室戻って行って、で、あ、すいません、あ、ごめんなさい、一輪車乗ってて遅れましたみたいな言って入ったの。その時になんか先生がなんか謝れるの偉いねみたいな多分言ったんですよね。で、私本当に褒められるの大好きだから、今でもなんですけど、なんか悪いことして褒められてなんか嬉しかったのかな、多分その時になんか偉いねみたいに言われて、でそれで次の日もなんか遅れてってわざと友達とね、でごめんなさいみたいに言ったら、それもなんかあいいよみたいな、謝ったらいいよみたいな感じで、そう でそうなるとさ、あ、なんか謝ったら一輪車ずっとしてていいんじゃないって友達と話して、でなんか30分ぐらいかな、ずっと一輪車こいでました。でプラスなんかあの授業中の静かな校庭をなんか一輪車漕ぐっていうのめちゃめちゃ楽しくて、でも周りの先生にバレちゃいけないってことで体育館の裏とかで一輪車漕いでたんですよとか竹馬とか、なんかそれがめちゃめちゃ楽しくて、なんかもう空気がめっちゃ好きだった、あのなんかスリルみたいな。ででも先生がさすがに帰ってこないってなって、多分探しに来てくれたんですね。でそこでバレてめちゃめちゃ怒られたっていう感じでした。なんか、はい、いや本当にねダメな小学生ですよね。とかなんか鬼ごっこにもハマ、鬼ごっこ、かくれんぼ、一輪車、竹馬、ブランコ大好きでした。今でもブランコ見るともうテンション爆上がり。ブランコなんか昔なんかブランコを作った人かなっていうぐらい私ブランコ大好きなんですよ。いや本当にね懐かしいです。じゃあまあこんな感じで、あの昔からやんちゃな私ですけど、これからもよろしくお願いします。そして TikTok 更新しましたので、皆さんぜひチェックしてみてください。じゃあ13位からいきたいと思います。13位はハマちゃんマンさん、ありがとうございます。12位はプッチーニさん、ありがとうございます。11位はチャチャさん、ありがとうございます。10位はキヨシさん、ありがとうございます。9位はもちラブさん、ありがとうございます。8位はピンクカメオさん、ありがとうございます。7位はテオネオタイさん、ありがとうございます。6位は天使閣さん、ありがとうございます。5位はセッキーさん、ありがとうございます。4位は YSA73 さん、ありがとうございます。3位はウホホホさん、ありがとうございます。2位はドサンコトントンさん、ありがとうございます。1位はカーク大佐さんです、ありがとうございます。じゃあ皆さんぜひ、まあ TikTok 明日も20時に投稿するんですけど、今日投稿したらまだ見てないよーっていう方はコメントとかいいねとか拡散とかしていただけたら嬉しいです。じゃあそれではまたね、バイ。